明日、斎場でお別れなんですが、まあ、こんなことしかできないので、捧げます。この悲しさはあの子が消えたこと気がつくのは誰もいつか後を追うことだから空だ言って話じゃなくてそれまで何をするのかって話いつもよ笑ってたいつも周りに気を使ったそんな人だったそんな人がもういないどう考えればいいのか彼女を忘れたくないからこれからどう生きようかって話